どうも、ジェイズガーデンでございます。おぉー、待ったよー。もうさ、絶対いない。絶対いない。音だけ、音だけ。なんでもさ、おぉー。言い訳しとったな。やばい。鉄砲かましましたな。最近疲れてんだけど、やばい。しかもね、しかし。いやー、どうもでございます。最終で出しちゃった。すごー。心、心変えて、心。心。そうそう、あのさ、正面、正面でお願いします。それもらうときね、もらうときね、もらうときね、ちょっと見えた。もらうときね、もらうとき、そうそうそう、あ、行事がいてね、あ、いい、そうそうそう、なんでちょっと最後怒るの。おぉーみたいな。あ、もうね、全然意味がわからない。じゃあ指のやつやって、指のやつ。あ、指のやつ。座布団を投げるのはおやめください。座布団を投げるのはおやめください。おぉあんた、あんた、あんた、もういいんじゃないか。ごめん、ありがとう。もうそろそろ苦情来るレベルだ。ありがとう。ということで、ジェームズガーデン、姫路に来ております。ということで、全然わかんないね。あ、やばい。俺超笑った。最初の今日2回目出たね。2回目出た。ゴールデンウィーク後半は、はい、静岡で、ね、静岡、姫路と、うん、でそのね、姫路の初日、はい、そのゴールデンウィーク最終のその3日間のうちの2日目でございます。うん、ということでね、まあ昨日はその。大丈夫？まあまあ、まあ、浜松から今ちょっと一戦も取り終えたもんね。夜9時に出発して、はい、大体こっちの方に着いたのは大体3時ぐらいですか、3時半ぐらいですね。ドライビングをしていただいて、あ、お風呂入ったりしたからね。うん、お風呂入ってね。で、その後き、ライブを、ね、してきました。葛西北条という場所で、うん、ね、この関東からのファンがたくさん、いやー嬉しいっすね。担当者の方もすごい驚いてましたよ。いやーすごいですよ、ね、いやー本当にね、どうもありがとうございます。ありがとうございます。静岡の方もね、そう来てもらってたし、ね、JA で知ってくれた方もたくさん来てくれて、うん、すごいね。農協祭が大体11月、まあ一番最後で12月の頭、ね、半年ぐらい経ってますね。そうそうそう、半年の間もね、待っていただいて、どうもありがとうございます。ありがとうございます。うん、ほんで感謝しっきりですよね。で、まあ、なぜ僕らこんな学校でいるかと言いますと、はいはいはい、まあその兵庫の最終日が笹山という場所で、うん、まあ、ちょっとね遠いので宿を取っていただいて、はい、でせっかくだったらこれで浴衣でこう取ってみようじゃないのということで、うん、はい、ね、やってみたところ、こうまず驚いたのが5人 1部屋っていうところと、ね、うん、初めてやな。これはちょっとドキドキでございます、ねね、そして浴衣でテンション上がっちゃった太一がなぜか相撲を取るします。相撲一番ね。ねえ、すごいですよ。取ってみたけど ね鉄砲、鉄砲かますわ、弓取りやる、ね、いいですよ、相撲はちゃダメですよ。それは事件やな。相撲はダメですよ、ね、まあ、でも、この笹山、うん、大変いいとこですな。喋り方変わってる。大変いいところですな。いやいいところですね。ご飯も大変美味しかった。いやー、僕ね、僕ね、すごい美味しいご飯ね。いやもうお腹いっぱいですよ。そう、5人全員がちょっともう今満腹にだいぶ襲われてますけども。はい、まあ、この後5人で風呂行ってね。ねで、まあ、せっかく5人部屋なんでね、卓球して枕投げして、で最後は恋バナして寝ると。恋バナするんですか。昨日も言ってましたね。そうそう、暗くなったら恋バナですから。そうそう、大概は大事、誰好きな、うん、そういうことになりますよ。俺どうですか、うん、どうですか。やっぱ本当すごいいいとこだよね、ここ。いやー、いいとこですな。降り立ってさ、駐車場からさ、その笹山荘の入り口に入るところが、うん、まあ、えらい階段だったんですけど、はい、なんかその階段を登るのもなんか風情があってよかったですね。ね、でも5人全員歯吐いてますからね。きつかった。きつかったね。でもなんか収穫できた。でもなんか修学旅行みたいな気持ちになりましたよ。ね、旅行来たみたいですよ、本当。いやーね、まあそういうことで、まあ明日はその笹山でライブをして、はい、まあ、その次の日にはですね、まあちょっとそのジェイズガーデンのこれからのね、活動のちょっとしたことをやって、はい、で、関東に戻りたいなと思っております。来ますね。まあ、そしてあれですね、もう間もなく
6月29日のカシワカルーザの、はい、あそうですね、チケット販売が、はい、近づいております。始まりますよ。どうなんですか、いつ販売するんですか。発表してて大丈夫ですよ。いつチケットを販売するんですか。予定では、はい、11日の、はい、いいやつつくばから発売を開始したいなと思いますので、まああれは、ね、山田だけでは今ね、2回スルーしたからね。そう、いいんだ、いつ発売するの。あそれはどうぞ、いつ発売するの。それはですねすいません、いや、いいんですよ、全然、もうね、今満腹に襲われてますので ね、ということで、5月の今でしょ。いや、遅いでしょ、うん、イーラスつくばで販売する予定でございます。はい、うん、まあ今回は2回ですかね、1日2回だね。うん、初だね、昼夜と、はい、ね、素敵な感じになります。1回目は、うん、前にやってたジェイズファンを思い彷彿させるような、お、ね、気持ち悪い、やめてジェイズガール5人のねツッコミじゃなくてトークもたっぷりとそしてうん、ゆったりと昼の間は太一との相撲を取らないといけない。納得納得、それは取らねえわな。もうちょっとスイッチ入っちゃう。あんまりね、あんまりのスイッチ入っちゃう。相撲スイッチ。よしはよし、どうぞ立つか。そう、行くぞ。それ叩いたら、叩いたら始まるから叩いたら始まるから行くぞ。こっちこっち、よし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 、まあ立ち合いがうまくいきませんね。しよしよしよし、立ち合いがうまくいきませんね。夜はですね、5人にプラス4人、バンドスタイルですね、お送りしたいなと思います。ファンファンファンとライブ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 2回をぜひですね、皆さん楽しんでもらえるものを、5年迎える、そうね、大切な日にですね、うん、ちょうど、ま、5周年記念ですね。そう、がっつりとね、5人でいいライブをしたいなと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。はい、じゃあ最後に太一の受け身をお願いします。くれまつ、ちょっとこの辺でカメラ、カメラ考えてね、位置考えて、おっいや、まあ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 、先生が優しくね、ここら辺でこう来る。いや、ここに最終の、あれね、ちょっと際どいんだよ、これは。そうだね。ああ、そっか、じゃあ、最後ちょっと、アツシと太一とさ、二人で相撲取って、ここで。はい、はい、最後ね。じゃあ、ちょっと待ってね。行場やる、行場やるから、もろ出しになるんだよ。そうそうそう、いろいろ、じゃあ、もうちょっと、あの、決まり手はもろ出しってこれ、決まった？入れるよ、せっかくだから。直君にあれ入れる、あれ入れてもらえばいいよ。そうだね、あれをね、はい、あ、もうバッチリ入ってますよ。ちょうど山田が行事の人だね。そうですね、山田が行事しますね。外人じゃないよ。そうだね、これ多分、あれだ、大相撲を見にした外国人。相撲相撲覚えた、相撲言葉覚えた。じゃあ行きましょうか。じゃあ両者見合って、あ、今日の歌、あ、まあまあ立ち合いはうまくいかないからね。その立ち合いが、そこ微妙だったな。はいね、砂ね、あ、砂じゃね、塩ね、塩うまいこと巻いて、あ、ちょっと違うちょろっとだけ、ちょろっとだけやってね。はい、よく見合って、さあ、時間いっぱい、あ、きょーい、残った、はい、もらった、もらった、おい、来い、おい、来い、うらーよーし、来い、おい、あ、決まった、決まった、決まった、やばい、もう来い、来い、まだ、まだ、もう来い、おい、おい、おい、来い、ここ、来い、おい、なんだこれは、こっちに一生懸命ある外国人でダブと投げてくれてる、来い、はい、もう一番来い、最後、ラスト勝負、ラスト勝負、はい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 
りでね、知る次第なと思いますよ。はい、ちょっと大丈夫か、大丈夫か、大丈夫。お前、ありがとうございます。お前、ことを読まなかった、うまくいきました。じゃあ、お前、鉄砲やってみろ。お前一番、一番それ、それ、それ、叩かなきゃいけない、叩かない、腰入れて、お前。よし、おい、おい、お前は、お前稽古つけてやれよ。これ収集つかねえな。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。大丈夫、大丈夫。